こんにちは、佐久間野中です。本日はですね、前回開封した V ユニオンと同日発売されましたトレーナーカードコレクション火花の不屈を開封したいと思います。火花さんはめちゃめちゃ女子人気が高いんですかね。なんか私のお友達も火花さんが好きって言ってました。中身はと言いますと、ホーポケットシート10枚付きファイルということで、なんかよく売られているファイルとはちょっと小さめのファイルが付いております。そして火花さんのサイン付きの書き下ろしカードと、こちら5種類の拡張パックが各1つずつ入っております。では早速開封していきます。まず最初はこちら、こんな感じのファイルになっています。さすが現代っ子なので、めちゃめちゃスマホを見てますね。それを覗き込むフライゴンが可愛い80枚全部で収納できるらしいんですけど、結構厳選しないとすぐに埋まっちゃうかなって思うんで、何を入れようかとても迷います。そしてこちら、火花さんのサイン付きの書き下ろしカードです。本当はね、この子をこのファイルに入れたいんですけど、そうするとこの包装を剥がなきゃいけないことになるので、ファイルに入れたい気持ちと出したくない気持ちが戦っています。まあ多分出しません。このまま入ったりするのかな。このまま入るんだったら一番いいんだけどな。でこのサインって誰が考えたんですかね。キバナって書いてあるのかな。私には読めませんが、大事にしたいと思います。そしてサダン拡張パックが5種類開封していきます。はい、それでは早速マテンパーフェクトとスクストリームから開けていきたいと思います。マテンとソークに関してはね、 V ユニオンの方にも収録されてましたよね。さて何が当たらないでしょうか。じゃん、ハズボー、グレックル、グライガーで、ガラルファイヤーにガラルニャイキングでした。続きましてソークストリームいきます。タツベ、羽根っこ、キューコン、そしてストリンダーのキテルグマでした。今回は V が入っていませんでした。ではどんどんいきましょう。まだまだ現役で活躍しているこの黒馬の方、漆黒のガイストですね、開けていきたいと思います。いきます。アビリー、メリープ、ポアルン、霧の水晶、グルグ。続きまして、白馬、白銀のランス、開けていきます。影坊主、リーセン、この子めっちゃ好き、浮き嵐、スリーパー、そしていかついネット、最後にこちら EV ヒーローズ、めちゃめちゃ久々に見ました。
私もこれが発売された時は抽選で手に入らなかったので血眼になって探した記憶はあります。では行きます。ニュースソロはフラペペエレメンタルバッジシビルオドンということで、残念ながらこの5つのパックにはコーレアリティのカードは入っていませんでした。まあでもこれはおまけみたいなものですからね。このキバナさんのカード大事にしていこうと思います。はい、それではキバナの不屈の開封動画でした。本日も見ていただきありがとうございました。次回もまた見てくれると嬉しいです。以上、佐久間のどかでした。バイバーイ。